枠を飛び越え、現在人気急上昇中の渚ちゃん、チンコメントチン行動とともにプレイバック。まずは初登場シーンから。はじめましてですね、はい、NMB の渋谷渚ちゃんが来てくれました。はい、東京の渋谷といえばハチ公前、本社大阪の渋谷といえば渚前、これからはずっと渚前で待ち合わせやで。大阪府出身二十歳の渚こと渋谷渚です、よろしくお願いします。長っ、長っと、まだ右も左もわからない初々しい渚ちゃんでしたが、わずか1ヶ月で変貌が。とにかく藤原のコメントを盗みまくるコメント泥棒期に入ります。レモン味でナンバーワンというジェラートを試食した時の感想、藤原が食べた後の渚ちゃんのコメントに注目。どう？ちょっと酸味減りますね、落ち着きますね、混ぜた方が。そうですね。うまいわ。どう渚ちゃん、ちょっと酸味が減りますね。藤原もう聞いた来週4番くんトリオのコメント。おすすめの桜味のジェラートを試食してみても、少しミルキーで、うん、桜の風味がふわっと鼻から抜けて、うん、ここでも花見しててもおかしないぐらい。あ、それぐらい桜感がすごい、うん、いいね。続いて渚ちゃんが試食。どう、パンといったらこんなに合うんですか。ジェラートとほんでほんでここで花見できる。聞いたぞ、それさっき聞いたぞ。そこどっかで聞いたやつや。つやりよりは続いてはプリンマニアおすすめの蜂蜜をかけて食べるプリンを試食した時のコメント泥棒。どう、蜂蜜かけたらもうプリンじゃなくなるな。あ、蜂蜜かけたらなんか別の新しいスイーツの味になるぐらいの。へえ、ね、ちょっとはみ出していくな。渚ちゃんどう？プリンじゃなくなるな。特にですね、別の新しい別の新しいスイーツのような感じがする。はい、俺ね、すごいですね。俺ね、すごいんですよ。常習ですね。常習ですもんね。何回逮捕してもすぐやるんですよ。レモンソースをかける絶品プリンを試食した時には、レモンチーズ、あ、うわー、もっと俺酸っぱくなるのかと思ったら全然そうじゃないですね。ですよね。少しそのミルキー感が爽やかになってる感じなんですけど、またそれとはちょっと違う風味が。どう、渚ちゃん、あ、なんて言いました。聞いとけ、覚えとけや。確認しちゃって。風味や風味。もう半分お前のためにやっとんねん。なぎさヒストリー、次は天然気。コメント泥棒をやめた彼女は自分の言葉で勝負。コンクールでグランプリを受賞した超絶品バゲット、ここでは全員に突っ込まれるこんなコメントを。音むちゃくちゃええ、音、音がええわ。コロッケみたいな。コロッケ。何やバゲットコロッケ。コロッケって言うてんの。完熟だ。続いてはソフトクリームマニアおすすめ究極のチョコソフトを見て、こんな正直なコメントを。これどう、渚さん、ちょっと大人のソフトクリームやけど。そう、でもおしゃれやからなんかずっと持って歩きたい、うん、めっちゃめちゃおしゃれでしょ。あいつ、あいつええの食べてんなみたいな。100メーターが限界やと思う。渚ヒストリー、次はボケ期に突入。実力をつけてきた渚ちゃんの才能が開花。まずは納豆マニアおすすめの超濃厚なわら納豆を食べて発したコメントが。食べてみます。おいしい。あ、
目つぶっても納豆って分かりますでしょうな、散々目開いたまま混ぜたんや目つぶっても納豆って分かりますでしょうな、コーンパンを食べた時の感想が、こちらのコーンパン、包み型の前割りのタイプのコーンパンです、中に入ってる感じのね、ふんわりとした甘めのパンの中にまろやかなコーンマヨを包んで、さらにマヨソースをトッピングしているものです、ちょっとうなぎどうぞ、すごい、新感覚、確かにこれなら、コーンパン食べてるってバレないんで、恥ずかしいことちゃうねん、ちゃうねん、バレてええねん、渚ちゃん分かって、コーンパン食べることは恥ずかしいことじゃないねん、コーンパン食べてるよってコーンパン食べてるってバレないんで、いや恥ずかしいことちゃうねん、ちゃうねん、バレてええねん、なぎさヒストリー、続いてはやりたい放題の暴走期、なぎさちゃんの数々の制御不能なシーンをご覧ください。ではなぎさちゃん大好物のサバ寿司が登場した回、この回ではサバマニアおすすめの極上のサバ寿司をかけたサバクイズを敢行、正解したらこちらを召し上がっていただくと、おもんなはっきり言いましたよ、うちの凪沙ちゃんははっきり言いました、おもんない、こらんせサバ寿司好きやから、そんなんいらんから食わそう、そんなんいらん、池田さんも用意してくださったんですから、しかし結果は残念ながら凪沙ちゃんは不正解、正解した藤原だけが極上のサバ寿司を試食、うまい、結構買ってるからいろいろ食べてるでしょ、うまい全然違う、全然違う、もう締め方絶妙、あ、そうで、カキ殻のタレが多分すっごい旨味を引き出してるから、なんとかして食べさせてください、間違えてますか、それダメ、これ確認しましたから、正解したら食べていいですよっていうの、わかりました、しょうがない、はい、これあの俺らの可哀想待ちしてるやろはい、カット、おちょ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 これ、食べた、食べたな、美味しいって言うか好きすぎて美味しい、クイズ関係あれへんことになってるけどね、はい、クイズ思わないから続いては羽田空港の空弁、5年連続売上ナンバーワンの焼きサバ寿司をかけたサバクイズでしたが、正解は A です、はい、またもや不正解だった渚ちゃん、今度も正解した藤原の試食中に大胆な方法で食べちゃいます、いきます、一番好きなのにね、どうですか藤原さん、めっちゃうまい、うまい、うん、もう口入れた瞬間香ばしい風味とサバのちょっとうまい、それでは別カメラが捉えた渚ちゃん盗み食いの瞬間をご覧ください、めっちゃうまい、うまい、うん、もう口入れた瞬間香ばしい風味とサバのちょっとうわぁいった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 、渚ちゃん犯行の決定的瞬間でした、やってること万引きと同じ手口やからどうなん、それでもいいです。それでもいい。